とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はランダム装備で攻略していきたいと思います。では、まず装備を選んでいきますね。まずは近接武器から、上から、7番目の真ん中。1、2、3、4、5、6、7の真ん中。おー、続々スピア。言えてない。いいんじゃない？悪くないよ。弓は、下から、6番目の右。下から6。1、2、3、4、5、6の右。おー、悪くないぞ。悪くない、悪くない。で、防具。上から、8番目の左。1、2、3、4、5、6、7、8。え？ちょっと待って。あー、この構成のやつか。なるほどね。でも251。で、アーティファクト。上から、4、5、6の左、右、真ん中。4、5、6。おー、なんか、いけそうな気はする。あー、でもなー。まあまあいいや。とりあえずこれで行ってみましょう。それでは行きましょう。エンチャント入れてます。続々スピアはもともと出来上がってましたね。リフレッシュ、クリティカル、虚無、重力。で、英雄が、ポーションバリアのクールダウン3です。でも251なので耐久力はありません。で、輝くハープが、リフレッシュクリティカル激怒アンチャンティングです。さあ行ってみましょう。まあ、攻略の鍵となるのは、間違いなく、愛のメダル。だね。まあ、このメダルが、クールダウン3入ってるので、どんどん使えるのよ。うん、それでもう、きついぞ。倒していくしかない。さすがに若干きつい。霊気とかは戦いたくない。 OK、 まあ戦わなくていいやつは戦わずに極力ね行きたいところ。あで激怒素晴らしい。ちょっと待って、ちょっとここめちゃくちゃきつい。おもういけ、いってる。もう大丈夫ね。ちょっと待って、これエンチャンターがマジできついって。バカじゃねえのこいつら。 OK、 よし、危なっ。エンチャンターなんとかしよう。よし、オッケー。もう、オッケー。いや、別に倒さなくてもよかったんだけども。なんとか倒しましたね。よし。オッケー、槍はこういう戦い方ができるんで。いい感じ。よし。オッケー。おー、ちょっと待って、矢が全然足りないよ。ちょっと、何この数。ちょっと待って、エンチャンターが無理。そこのエンチャンター無理だわ。ちょっと待て待て待て、無理。えぐいって。あ、味方回復か。おい、味方回復いたらなかなか厳しい。おいって、なんで変なとこにいるな。ちょっと矢が少なめですけども、いけるでしょう、おそらく。うん、 OK。 でキャプテンは倒しません。うん、さすがに無理だと思うんで、キャプテンは倒さずに、いきたいと思います。洞窟は入らずにショートカットしていきます。じゃないとここ無理だ。うん、洞窟に入るとさすがに無理です。うん、旗を取らないにしても
やっぱりね、エンダーマンとかそういうのが出てくると厳しいんだよね。あ、ぶね。再生かい。再生がついてる。よし、でもこの上の方もね、意外と敵多いんだよね。まあまあ下に比べればもうなんてことないんだけど。おわ、ぶね。もう嫌なやつ多い。重力パルスで、これね、矢が足りん。残り60本でしょ。ああでもここで下に取りに行けばちょっとはマシになるかね。ここで取ってくればいいでしょう。キャプテン1体ぐらい倒す。いやー、なんか厳しいような気もするけどな。 OK、いる、キャプテンいる。1体ぐらい倒そうか。おい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 、これはひどい。ちょっと待って、いやー厳しい、ここ厳しいな。今日で普通の敵がいてくれればいいんだけど。いやいや、全部あれじゃん、エンチャントされてるもん。これはきついって。よし、せめて1体倒したい。よし、脅威か。まあまあいいや。旗1個取りました。さあ、もうあと少しでボスだとは思うんですけども。よし、 OK、 いけいけ。ロイヤルガード多いな、最後の最後。あぶね、怖い怖い怖い。あ、でも矢が結構出てきてくれたんでクリアはしやすいはず。おいって、 OK、 いいね。あ、やっぱリフレッシュが弓と武器についてると全然いいね、違う。おう、よーい、重力パルス。よし、 OK、 いけ。ちょっと待って、激怒してるんだから向こう行けって。いいね。あー、もうあそこなんだ、ひどいひどい。もう逃げろ逃げろ。エンチャンターが本当にね、鬱陶しいんだな。ああ、エンチャンターって結構脅威だ。よし、 OKOK、 危ない危ない。これハーフクロスボウじゃなかったら積んでたかもしれない。いけ。いや、でもね、これボスにも矢をちょっと取っときたいのよね。じゃないと厳しい気がする。いや、ここきつい、ここきつい。いけ。よし、 OK、 よかった、いけた。この上もいるぞ、絶対多い。よし、愛のメダル優秀すぎる。よし、高速攻撃のやつ倒した。 OK、 エンチャンターの防護嫌だな。よし、 OK、 はい、まあボスには到着しましたね。多分まあ脅威1入ってるとしても余裕でしょう、おそらくね。まあ、火力のアーティファクトはないので、まあまあいいっしょ。行こう。危ない危ない危ない、食らってる。基本的には体力低いので食らいたくない。まあそれはもちろんそうか。 OK、 いいね。これを待ってた。よしよしよし、まあまあまあ
ここはね、いけるさ。いけ。よし。食らうなよ。オッケー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 。よし。強い強い強い。おー、危ねえ、危ねえ。オッケー。危ない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 。よし。いける。逃げられた。待て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 、危ねえ。ラマめちゃめちゃやられてる。やられてるね。まあ余裕です。余裕。これもしかしたら旗取れたかもしれませんね。うん、それぐらい余裕でクリアすることができました。まああれだね、251って耐久力が少ない。うん、でもね、英雄アーマーめちゃくちゃいい。うん。やっぱ、ポーションのクールダウン、強すぎる。欲しいなぁ、263の、なんかいいやつがさ、まだ持ってないんで、それをもうちょっと探したいところです。はい。ということで、今日はランダム装備でクリアしてみました。またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。